現金で一括購入したトヨタランドクルーザーでも所有権は購入したディーラーに背景に転売対策がありました。現金一括購入でもディーラー所有権昨年8月に発売された新型トヨタランドクルーザー300が最長4年以上の超納期になっているニュースなどでも報道されておりご存知の方も 少なくないだろう。関西地方のトヨタ社ディーラーに聞いたところ、納車まで4年は、決して大げさではないという、理由は周知の通り、半導体関連部品など、新型コロナウイルス感染拡大等に伴う部品の供給不足によるものだ。自動車は一つ部品がないだけでも完成させることは、できない。トヨタに限らず、国内外多くの自動車メーカーが、 生産調整を行っている。加えて、ランドクルーザー300は発売されたばかりの新車であり、超人気車種でもある、想定を大幅に上回る注文が入ってしまった、ことも超納期となっている理由だ。さて、そのランクル300、購入時に登録から最低1年間は転売しないという、制約書の提出を必須としている。これは、全国の反社で、 転売防止対策として実施されていると思われる。そしてその制約を確実に実行してもらうため、一部の反社がランクル購入客にお願いしていることがある。現金でも、カップで買っても、購入から最低1年間はディーラーに所有権を付けるというお願いだ。一般的に現金一括で購入した場合、車検証の所有者欄には購入者の名前が入る。トヨタ、 ネッツトヨタレイレイなどのディーラー名になることはありえない。金融機関でローンを組んだ場合も原則として、所有権は購入者の名前になる。なぜランクル300購入においては、現金購入でもディーラーに所有権がつくのか、絶対に転売させないための措置。ディーラーに所有権をつける理由。それは、簡単に言うと、絶対に転売をさせないためである。例えばの話であるが、 現金で購入した客の A さんが転売しないという制約を破って中古車店 B 社にランクル300を売却したとしよう所有者名義が A さんであれば B 社は A さんからランクル300を買い取って代金を支払い名義変更のための書類、印鑑証明、委任状などを受け取り運輸支局に出向いて名義変更。 移転登録の手続きを行う。書類上の手続きは30分程度で完了し、ランクル300は B 社のものになる。その後 B 社は自由にオークションに出したり、海外の業者に転売したりが可能になる。しかし、ディーラーに所有権が付いていれば、名義変更をするにもディーラーの書類が必要となる。B 社が所有権を持つトヨタディーラーに依頼をしても、当然だが、所有権解除や、 名義変更のための書類を出すはずもない。つまり、転売して、名義変更することは、不可能となる。この販売ルールはどういう経緯で始まったのか。トヨタ自動車に経緯を聞いてみた答えをまとめた。転売防止の一手段として販売店が始めた、ものです。車を購入いただく皆様の公平性を、保ちたいとの考えでご協力を、お願いしています。あくまでもお願いであり、 強制はしておりません。また、正確には把握しておりませんが、現金、カップに関わらず、最低1年間は転売防止のために、ディーラーへ所有権をつけるお願いをしているのは、全国で数社程度かと思われます。ほとんどの販売店は実施していません。実際に出品落札されたものも、制約書を書かせたり、所有権をディーラーにしたりという措置をとっても実際に、 これまで数台のランクル300がオークションに出品されている。ほとんどは直前でキャンセルされているとのことだが、2月上旬に開催された業者オークションでは2022年1月登録のランドクルーザー300がスタート価格1200万円、大札価格2000万円で落札されている。これまで転売されてしまったランクルの所有権についてはどうなっていたのだろうか トヨタ自動車に聞いた、ほとんどが、現金一括購入で、所有権はオーナーについておりました。また、カップの場合でも所有権解除をすれば転売できて、しまいます。残債を全額支払って、ローンの支払いを終了すれば所有権は、審判会社などからディーラーに移る、という意味との回答だった。つまりオーナーを所有者名義にしていたランクルが、転売されていることになる。なお、 これまでもランクル300に限らず、転売防止のための制約書提出を必須としていただいていた車は他にもあった。トヨタ社がやはり多く、ランドクルーザープラド、アルファード、ベルファイアなど、他社でも限定車などは販売の際、最低でも1年は転売しないことなどをルールとしてきた。しかし、現金一括購入であっても所有者をディーラーとする措置はかなり レアケースと考えられる。制約を破って転売した場合のペナルティは、今後一切、トヨタディーラーから車が買えなくなるという厳しい内容となっている。そのことはもちろん制約書にも記されているが、実際に転売している人は、最初から高値で転売することを目的しているのだろう。具体的な販売ルールは、所有者をディーラーにするか顧客にするか、あくまでも、 選択制とのことだが、中には、ランドクルーザー300の販売ルールとして、登録日から少なくとも1年以上は所有者名義を反射名にすることを前提としている反射もある。実際、筆者の知人、自動車販売業などではない一般オーナーも、現金で購入してこの内容の制約書にサインをしている。知人の話によると、形としては、 選択性としているものの、実際にはほぼ強制。サインしないと販売できませんといった雰囲気だったそうで、ある。一方で、別の反社の店舗で、ランクル300を買った知人は、転売しないという制約書にはサインをしたが、ディーラーに所有権をつける話は全く出なかったとのこと。全国の反社それぞれに、事情は異なるような。ちなみに、メーカーが転売を阻止したい。 主な理由は、以下となる、国内向け、アルベルなどのミニバンにおいては、暴力団、いわゆる反射勢力への転売にされることを危惧している。反射は、新車も中古車も、防大法で販売が禁止されており、ディーラーでの購入はもちろん不可なので、転売された先のブローカーなどから購入することになる、海外向け、ランドクルーザーやプラド、ハイラックスなどは、 紛争地域やテロ活動に使われるることを危惧しているまた、海外に並行輸出されて、そこで何かしらのトラブルが発生した場合、製造物責任を問われて、巨額な賠償金を請求される恐れがある。自動車ディーラー側の事情もある。現金で買っても、一定期間、ディーラーが所有。やや強硬な措置のようにも思えるが、ここまでするには、 ディーラー側の事情もある。転売されたランクルがオークションに出品された場合、そのランクルを売ったディーラーが全額負担で出品者を買い戻さなくてはならないなどのルールが敷かれているという情報も入ってきている。これらが真実なら、やや強硬な転売防止策もディーラーにとっては背に腹は変えられない苦肉の策と言えるだろう。